今回は8月30日の調整で情報修正されたノーマル源の良し方を紹介するよ。式5ブルクマイナス5速度 0.4 倍の範囲防眼で範囲が 3.2 から3.4 部隊分。デメリットの自身の兵力燃焼値が50から40になって使いやすさが格段に増したね。本人がニクスやからデメリットが小さくなったのはかなりありがたい調整。計略効果自体は式6の妨害と比較しても優秀な部類で、速度低下した敵に撃破アクションを叩き込めるから流派の稼げる。武力マイナス5の理解外交のようなものを式5で打てるといえば、この計略の破格さは伝わりやすいかな。どけ死ね。敵陣はどっちだ。どけ。道連れにしてくれる。よけるけ。バカ。うわよ。どけ。打ち抜け。うわよ。バカ。うわよ。打ち抜け。貴様を殺す道具があれば。ぬわぎゃ。こんな感じで盤面のコントロールに長けた計略、式5で使えるから相手の式5と操作しても直差がつかないし、本人が弓兵やからこれくらいのデメリットなら許容範囲。流派発動。一の型流派発動。二の型バカ。うわよ。打ち抜けだ。あぶね。敵陣はどっちだよ。やれやれ、しょうがねえな。死ね。戦機解放。その先には再生が待っておるぞ。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。
様を殺す道具があれば。貴様！天気解放。バカめ、打ち抜け。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。うわよ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。撃て！死んでくれ。バカだよ。撃ち抜け。撃て！貴様を殺す道具があれば。撃て！撃ち抜け。飛ばしやがって、死んでも知らねえぞ。調子いいね。こりゃ勝ったな。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。遥か先を撃ち抜け。負けた。今回は2試合あるよ。一の方、敵陣はどっちだ。よろしい、我が輩が相手しよう。狙え。撃ち抜け。ちょうどいい、君をいただいてしまおうか。うわよ、離脱しろ。狙え。逃げるな、勝ちってみる。狙え。どけ。狙え。どけ。撃ち抜け。悪運
分だけは強いんだな。狙え。天下一の気合を見せてやる。貴様も道連れにしてくれる。よけ抜け。うわよ。よけ抜け。うわよ。発動！見ろ肩！見ろ肩！発動！見ろ肩！貴様も道連れにしてくれる！どけ！我が銃口は敵を逃さない。2連打してもまだ戦えるのは今回の調整で明確に変わったところ。恨めしや。狙え。どけ。どけ！撃ち抜け。敵陣はどっちだ。どけ。うわよ。戦機開発。撃ち抜け。命々たる戦の先には再生が待っておるぞ。うわよ。もう大丈夫。私とあなただけ。遥か先を打ち抜け。恨めしや。どけ。打ち抜け。ここまでじゃ。待て。死だ。倒れるまで突っ込むぜ。狙え。どけ。流派発動。三の方。邪魔。
のできてない奴が俺の前に出てくるため。ご視聴ありがとうございました。